県議会12月定例会が今日閉会しました。川勝知事の発言をめぐって県議会との溝は深まる一方だったこの1年、知事は報道陣の問いかけに無言を貫きました。年内の議会が終わり、各会派へ挨拶回りをした川勝知事。知事、今年1年振り返って何か一言をいただけますでしょうか。はい、おります。不適切発言をめぐり、議会から全会一致で発言の訂正を求められて以降、報道陣からの問いかけに無言を貫いています。今日の県議会、物価高騰対策を盛り込んだおよそ426億円の補正予算案など44の議案を可決し閉会しました。そして今日も議員からは知事の政治姿勢を問う厳しい意見が飛びました。毎回のように知事の言動が発端となり、県全体に無用の混乱を招き、議会運営が空転する事態を招いています。今後の自身の言動には細心の注意を払い、県民の利益を損なうことのないよう強く要望をいたしまして。振り返ればこの1年は川勝知事の発言をめぐって県議会との溝は深まる一方でした。あちらは腰怒りしかない、だから飯だけ食ってそれで農業だと思ってる。おととしの参院補選で川勝知事は御殿場市についてコシヒカリしかないと発言。県議会から猛烈な批判を受け、知事はペナルティとして給与とボーナス446万円ほどを返上する意向を示していましたが、今年7月給与を返上していないことが発覚。最大会派の自民改革会議は50年ぶりとなる県知事への不信任決議案を提出しました。うち賛成50票、反対18票。結果、1票差で否決されたものの、知事と県議会の論争はこれで終わりませんでした。川勝知事が今年10月、外部との懇談会で、三島市の国有地に東アジア文化都市の発展的継承センターを作る構想を語り、詰めの段階などと発言。この発言に対して県議会は何も聞かされていなかったと猛反発。発言の訂正を求めましたが、そのため訂正はいたしませんが、今後県議会の皆様をはじめ、もうちょっと働く先生ダメだって、ダメだって完全に訂正させないな。県議会が全会一致で発言の訂正を求める決議案を可決する事態にまで発展しました。東アジア文化都市の継承拠点の件は一旦立ち止まることにし、白紙といたします。知事は謝罪した上で構想の白紙を表明しました。最大会派の自民改革会議は今後の知事との関係について、やっぱり知事の発言というのはすごく発信力もあるし重みがありますので、やはり県としての方向性、意思になってしまいますので、その点は職員の皆さんにもしっかりと留意くださいということ、それも決議に入れてありますけど、そういったこともしっかり求めていきたいと。知事と県議会の関係は来年こそ修復できるのでしょうか。